天皇陛下即位に関連して、様々な行事が行われてきました。そして、11月22日、23日には、新越の儀で伊勢神宮に参拝されます。このような行事には、皇族方も参列されるわけで、当然、眞子さまも参列されています。先日の即位の礼では、眞子さまも、十二ひとえをお召しになられていました。女性皇族が、十二ひとえを着用されるのは、即位儀礼と、ご結婚の際に、限られているそうです。眞子さまは、小室圭さんとのことが、順調に、運んでいれば、昨年には、華麗な十二ひとえを、お召しになっていたはずでした。即位の礼の後日の、10月23日は、眞子さまの誕生日でした。前週には、皇嗣職が、お誕生日に際して、眞子さまのご近況に関する報告を、宮内記者に行っていました。その内容は、1年間の公式活動の振り返りで、小室さんとのことは、言及されなかったということです。そんな中、眞子さまが、国際基督教大学、ICU、大学院の博士課程を一時休学されていたということが明らかになったのです。2016年9月に入学されて、3年後の今年8月には終了の予定でした。なぜ休学されたのか、ご本人からの回答は得られなかったようですが、健康を害されたのは事実のようです。お体に関しては、小室さんとのことからではないかと、私は思います。お二人の会見後、小室さん側に、非があり、お母様の金銭問題が、まだ解決していないようですね。小室さんは、どんな考えでいるのでしょうかね。たとえ結婚が許されて、眞子さまが降嫁なさっても、1億何千万円かの、持参金をお持ちになるのですから。国民は黙っていないわけです。それは相手が小室圭さんだからです。眞子さまの昇進は以下ばかりかと思います。眞子さまは一般人のように自由に恋愛ができる立場ではないので、一生をこの人と、思われたのが小室圭さんだったのでしょうからね。小室さんとのことに決着をつけ、どうであろうとも、早くお元気になられることを、希望します。最後までご視聴ありがとうございました。